するしない。どうも、日野太子です。今回もドラマシギャンブルタク後半戦の5回戦をお送りしたいと思います。ここまでが1122ときました。サンマですからね。サンチャがラスなんですけど、今のところラスなし。そのままラスなしでいけるのかどうなんでしょうか。やってみましょう。5回目参りましょう。はい、待ち時間1秒。もう集まった。早いな、みんな大好きだな MJ。 さあ今回もこのレトロなお店で打っていきますよ。なにこれ、かわいい。上茶さんのこのアイコンかわいいな。ドラマ9層、あ、私はシャーチャーです。よろしくお願いします。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。サンシャンテン、どんな戦いとなるのでしょうか。ドラ1枚ですね。急走ダイレクト、急走引きが嬉しいな。一番最初に仕掛けるのは誰か。ピンズ伸ばしていきましょうか。お、来てますよ。日向、これでリャンシャンテンです。急走欲しい。方針が定まってきましたよね。急走ください。結構普通ですね、周りのあの2人の切り方。上がるまであと一息です。これはリーチでしょ。赤入ってたりするしね。リーチ35には積もりますね。え、ほんと35に積もるの。ツッチ神茶、プレイヤーのリーチに対応しています。あと2巡で積もるって土田さん言ってた。神茶、慎重に打っています。次じゃない、三巡って。神茶、そう、噛んだ。あ、じゃあこれだ。土田さん、リンシャンないじゃないかい。ツッチー、ツッチいる、帰った。あれ、ツッチ解説帰った。ツッチ積もってないよ全然。土田さん、均衡を破るのはもうミサさんしか喋ってない。あー、積もったよ。あー、赤だ。しかも土田さん信じてよかった。最先のいいスタートを。帰ってきた土田さん。ひなた、ラッキー。おお。しかもさ、このさ、カウンピンリーチ打ってさ、ウラウラでハネマンになれてるっていうところが嬉しいよね。ラッキーすぎる。嬉しいスタートだ。土田さんの言う通り上がれました。感謝感謝。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。これは気分が楽になります。うん、これ結構悪くないかですよ。どう打ち回していくのでしょうか。ひなた、これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。止めはしない。チーソードラヒを切っちゃおうか。もう急走も切ってるしね。ファーソードラだからね。重苦しいわ。あっと、ここで仕掛けていくですね。場を制する人物は一体誰なのか。いいんじゃないですか。ひなた、これでリャンシャンテンです。さあ、ションパイ、ここからが腕の見せ所ですよね。残そっか。切ってるんだけどね、現物だからね。の各茶どのように打ち回していくのか。チーピン悪くないか。てかね、想像が高いかな。トイメン、ここは統一落とし。ロン、トイメン張ってるんだ。これは痛い。めっちゃ高いやん。ダイヤをドライオン、バンガン、めっちゃ綺麗やん。12000横移動、これはね、あれだよ、誰もこれ、しかもしょうがない、事故です。トン2曲1本場、ドラマ小さめなんだね。プレイヤーはなんちゃです。慣れてる人だ。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。来た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 、ドラマ来たぞ。一体どんな結末となるのでしょうか。めっちゃいい手のインシャンテン、これは欲しいよ。上がりまでお願いします。場は膠着状態。手は役になります。ポンです、間違いなく。さらに受けが広がった。
場が重い空気に包まれています。さあ持ってきた。え、いやいや、これはないでしょう。ひなた、テンパイに取りません。テンパイ、え、これはやだな。一番最初に仕掛けるのは誰か。え、酸素上がれた。え、上がれたけど、トイレ、ここは合わせ打ち。赤だ、赤赤、うん。今、言いそうにしてもよかったな。さあ、この範囲、ここはスルー。え、ちょっと待って、ピンズで二面図いけてたやん。マジか。重苦しい場になっています。さあ、この範囲のここで仕掛けていく。ひなた、天敗。街も点数もいいですよね。マンガンがいいからマンガンにしました。二人ともサブロスを切ってるんですよ。相手の出方を伺っているのか。また切ってくれたりしませんかっていうお祈りを込めて。なんか酸素入った場に緊張感。あ、そっちそうだ。これは強烈な。これ何チートイ。レンチャンですよ。チートイ、ドラドラ、バンガン。強い。これで私まくられましたよ。しかもこの上半身裸のプレイヤーは何茶です。現在のトップは神茶です。闇を多用してくる。まだまだトップも狙える位置ですよね。それでは対局の模様に注目してみましょう。今回はドラマなんで、この範囲にここはスルー。チューンも泣くかどうかなんですけど、もう一個先にピンズが来たら場が重い空気に包めたいなーみたいなことは思っていて、これね、結構優雅に行きます。一番最初に仕掛けるのは誰か。これどうせ手遅いんで。あー、スピン。ひなた、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。二枚も蹴られちゃった。あー、三枚。落とし。早ない？切るの早ない？ピンズ嫌いな？これは先ほど切った範囲。おいおいおい、もう不吉不吉。ピンズを連打。あ、切ったやん。最後の数ピン来ましたけど、ちょっとリャンウソ待ちを自分でなんか景色良くしたんで、ポン残そうかなと。これでだいぶ楽になりましたよね。思います。ひなた、ここは仕掛けるか。ここも我慢。なんか泣きたくないな。ひなた、いいシャンテン。ストレートに引けるかな。ハツは安牌ですか。どんな手なんだろう。これカンしましょう。カン。ひなた、ここでカン。シンドラはサーピン。あいつもうないじゃない。おっと、ここあそこが、打ち合ったりする分には悪くないんですよ。これはトイメンの現物ですよね。ああ、これチーズ全然打ちにくいね。このまま静かに場が進行していくのか。いやいやいや、打たないでしょ、さすがに。これは華麗な打ち回し。さあ、これで敗退。あ、流局。誰も上がれない。トイメンの一人天敗ですね。なになに、あ、いい数そう。はい、それいっぱい。トン3局。さあ、親がやってきました。大事な大事な親番。ドラはシャア。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。これは速攻かな。早い順目でいけそうですね。結構まとまってますよ。この曲を制することができるのでしょうか。いっぱいに行こうか。いいシャンテンだけど形が悪い。あと打点もない。あ、でもトイメイさんピンズ切ってる。膠着状態。泣かれそう。泣かれました。左仕掛けていった。序盤から手が進まない。
トラと赤がさ、いっぱい入ってるよって言ってるのにさ、全然何もキラキラしてないもんね。私の手トイメン、ココシかな。少し場が落ち着いてきたか。神茶、ソースを連打。イエス。これローソー、ローソーパーソーいいんじゃないの。各茶どのように打ち回していくのか。おーおーおーおお。さあ、このここはスルー。なくなくなっちゃうからね。なかない。よし。来ちゃい。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。数層がないのよ。ああ、できた。来た。これはリーチかけましょう。リーチ。来た。リーチ。なんかありそうな気がしますよね。イースチーピン。来た。ロンです。燃品やか。見事、もう何も言うことなし。ひなた、ウラドラさえ乗れば逆転なんだけどな。土田さんが私よりも興奮してくれてる。ウラドラさえ乗れば逆転でね、終わるんだよね。そんでね、乗らなかったね。プレイヤーはいいの、頑張るから。ひなた、全曲は私頑張る。一体どんな戦いペーポンします。おっ、ほっ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 。あー、ソーズは伸びないと見たのか。トーンを持ってきた。ほいほい。ひなた、あっという間にピンの受け入れ。有利な街にしたいですよね。リーチ。おっと、ここでリーチ。プレイヤー行くのかな。果たしてここから追いつけるのでしょうか。突っ張っていった。じゃあペン並べて、いや行くよ、もう全然行きますよ、全部行く。降りる気はないようです。もう全然行く。いや、さっきのやつはジャンピンサンピンを切るかどうかを悩んだよね。あー、よし、じゃあもう最後は一緒にめくり合い勝負しよう。神茶さん、なんかありそうな気がしますよね。スッチーピンで私は勝負。しかもこれあれだ、一応、あ、待って、一回ぐらいつもバウン欲しかったよ。ほら、もう上がっちゃったんだ。兄ちゃん、ありがとうございました。あー、悔しい。楽しかったけど悔しい。ちょんまげのこの神茶さん、なんか強かったなあ。今回マイナス40ですね、 MJ チップで。ポイントがプラス 0.8。 うっすら浮きましたね。というわけで最後リーチかけたけど、一回もつもばもらえずに神茶さんが積もって終了という結果になりました。まあギリギリの戦い楽しかったからね、感謝します。皆さんありがとうございました。というわけで今回の着順は2着。3回連続2着になりましたね。これこうですもんね、今こうやばいですね、心配でございます。さあ、でも楽しかった。今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。